緑茶財産茶、その笑顔がその心が島の魅力茶宝茶、周防島が大好き茶。こんにちは、チーズです。こんにちは、みどりです。今日も女子力アップ目指そうぜ。目指そうぜ。ちずさん、前回覚えたお魚のさばき方、お家でやってる？お刺身美味しかったよね。美味しかったね、うん、お魚さばいてる？本当お刺身美味しかった。もういいや。ちずさん、次どこへ行く？魚釣りはもういいや、あたい合わないよ、うん、釣れなかったもんね。まあ演出だけどね、うん、なんか最近女子力アップじゃなくて変なものが上がってるよこの時期になると大島ってオレンジ色になるんだね。うん、みかん鍋っていうのもあるしね。うん、私みかんを知るの、知るって決めたんだということで選果場に来ました強引だね今回も誰かに教えてもらうの？うん、誰か私にみかん教えて、プリーズプリーズ。はい、今日は区間にある選果場にお邪魔しています。JA 山口大島の、部長の杉原さんです。今日よろしくお願いします、はい、お願いします。では全体の流れをご説明してください。はい、わかりました。ここの柑橘選果場はですね、はい、平成24年に、最新鋭の機械に更新をして、今作業をしております。でどういう機械かというと、果実1個1個をですね、糖度とか酸度とかですね調べたり、玉の大きさを調べたりして、安全安心なものをですね最終的に各市場にお届けできるようにですね、整備をした選果場となってます。ここでは何をしている場所ですか？ここはですね、一次選別台ということで、審査員が2名おられます。でそこで、みかんの審査、人の目で見る審査を行います。で本当は機械が大半を審査するんですけど、機械でも見落とす部分のところをですね、ここで一次審査をしております。あとは腐敗化とか、極端な外観の悪いものとか、そういうものをですね、抜き取ったりしておる場所です。じゃあこちらではどんな作業をされてますか？ここはですね、二次選別台になります。先ほど見てもらったみかんが水洗い、あとはワックスがけをされたみかんがここに出てきます。で最終的に人の目でもう一度傷み、腐敗化がないかを確認をして、みかんを流しています。ではこちらではどんなことがされているんですか？はい、ここからはですね、機械がみかんの外観とかですね、いろんなものを見ていきます。でまずこの機械はみかんの底の面をですね見るカメラになってます。そこの傷、あとはそこの色とかですね、そういうものを見てます。はい、ではこちらの機械はどんな？こっちの機械はですね、カラーグレーダーといって、玉の大きさ、色、傷を見る機械になってます。で、大きさをですねとか傷とかを見ながら、このみかんはいいみかん、はい、悪いみかんというのもですね選別をしてます。じゃあこちら、こっち、はい、これはですね、はい、シトラスセンサーといって、主には糖度、酸度を見る機械です。あと品種によってはですね、はい、素揚がりか、中がすいた果実とか、はい、あとは種、うん、中の種を見る機械となってます。全部一瞬にしてセンサーでこう分かるようになってるんですね。そうですね、
ただ種とかですね、そういうのは種を見る設定をして、やります。で今の温州みかんは種とか見なくていいんで、その設定は今は入れてないということです。種がないってことですか？そうですね、種がないということです。例えば瀬戸実とかですね、はい、夢ほっぺですね、こういうのは種があるんで、種があるかないかという識別をこの機械でやってます。はい、はい、たくさんのベルトコンベアにみかんが落ちてきますけど、ここではどんなことをしてますか？さっきですね、通った機械で、もう一個一個このみかんは糖度が何度ですよ、酸度がなんぼですよとか、外観はきれいなみかんですよとかいうことで、一個一個評価されたみかんが決められた大きさのところで、今見ていただいて分かるように落ちます。それが最終的に、後ろの選別台に行って、最終に、従業員の人がですね、最終の傷みがないか確認をして、そのまま箱詰めされるという流れになってます。もう見ていただいても大きさも揃ってますよね。はい、ではこちらではどんなことがされてますか？さっき機械で調べたみかんが箱詰めされるんですけど、ここはですね、山口大島の中でも一番いいみかんがここにこの箱にですね、入るようになってます。で大島のブランドとして島育ちというのがですね、山口大島のブランドとして、販売をしております。こちらまた箱の色が違いますね。そうですね、さっきの箱はですね、まあ、ブランド島育ちというブランドでしたけど、こちらが通常のですね、まあレギュラーといいますか10キロ箱になってます。でさっき上で見てもらったみかんが落ちてたと思いますけど、その落ちてきたみかんが最終的に10キロ箱に入ります。で10キロになったらですね、自動的にこちらの方に出てくるという仕組みになってます。10キロになったものですね。出てきたみかんを見てもらいたいんですけど、まだ何も印字をしてませんよね。でこのみかんはどういうみかんかっていうのがまだわからないと思うんですが、後ろを向いてもらったらと思います。後ろでここはまだ何もしてないんです。後ろを向いた時にはついてますね。はい、ついてますね。で今は赤州の L、青州の M とかですね、そういうふうに大きさとかランクですね、みかんのランクがここで印字をして分かるようになります。ここではじゃあここではみかんが来て最終の確認をして、そのまま今度箱蓋を閉める作業になります。何のチェックをされてる？痛みがあるかどうかというのをですね、全部は見れませんけど上だけでも見て、であと蓋が閉まりやすいように、あとは自動的に、はい、蓋が閉まります。はい、ではここでの作業はどうなんですか？ここはですね、もう箱が閉まった状態で、最終的には向こうにあるですね、製品ラインというところにそれぞれサイズごとに、とランクごとにですね、製品できたみかんがたまるような場所になってます。でたまったみかんを今度、市場に出荷するときに、それぞれサイズごとで指示をしてみかんが出荷されるということになります。出荷先は主に？出荷先はですね、今は県内市場に大きな市場が5つありますけど、そこに出荷をしてます。はい。
箱詰めされたみかんが上から降りてきました。はい、最終的にトラックで、市場に輸送されるんですけど、昔は手で積み込みをしてました。今はですね、機械化してロボットでパレットに積み込んで、それをそのままですね、各市場ごとに出荷をしていきます。今積まれたみかんがこちらに流れてきてます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はいかがでしたか？なんか普段何気なく食べてるみかんがこんなに多くの工程を経て私たちの手元に、ね、来てるっていうのをすごく感動しました。感動でしたね。なんかすごいね、こういう安全とか品質とか、すごくこう大事にというか、こうなんて言ったらいいんだろう。なんだろうね、すごい機械化もされてるけど、最後はやっぱり人の目でチェックして、すごいね。なんか一つ食べるのに本当にもうなんて言うんだろう、ありがたいなって思っちゃうよね。可愛くなってきたよね、みかんが。じゃあ食べてみようか、ね、食べてみようかね。美味しそうだね。これ島育ちっていう一番いいやつだよ。いいやつだねはい、はい、大丈夫。幸せ。みずみずしくてね。おいしい。おいしいとしかもう言えない。やっぱあれだよ。ね、おっしゃってた。ね、酸味と甘みのバランスってやつ。いいよね、最高っすよ、甘いだけじゃない、美味しい、本当。これで風邪知らず、そうだよ、もう俺風邪ひいたからな、これからはみかんでみかん食べてね、今年はもう風邪ひかないようにね、美味しいね、美味しいいや美味しかったまあね、本当に1から10までみかんの工程を知ることができてよかったね。本当にまた本当にありがたいみかんを、大島のみかん美味しいね、本当にね、ありがたくいただいていきましょうね、ということでまた次回、では皆さんさようなら。さようなら。その心が島の魅力、うっちゃ